おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今はですね、ブロックブロックっていう VR の立体モデルをプログラミングですね、特にブロックプログラムで組めるというサイトのサービスを紹介しています。はい、早速画面を切り替えて見ていきましょう。とこれがブロックブロックっていうサイトのページです。まあ、ここに行くには、まあ、検索で探していただいてもいいんですが、ブロックブロック .com と URL を直接打ち込んできていただいても結構です。はい、でその後まあログインするんですが、このサインインということで、まあアカウントない方は作っていただいて E メールアドレスで作ると。で作ってある方はサインインしてもらうと、こういうふうにマイクロビットだとか、それからスクラッチだとちょっと違うのかな、マイクロビットなんかはこんな風に作ったプロジェクトが一覧になっています。初めての方は何もないと思うんですが、作ったことあればどんどん出てくると感じです。でまず新しく作るというのをしてですね、この名もないプロジェクトですね、名前のないプロジェクトをクリックしてプログラムを作っていくって流れなんですが、今はこのファイルの中にあるテンプレート一覧と、これを順番に紹介していて、ただ AR 関係はスキップさせていただいてます。これもスキップしたかな。で、前回ジェンガを紹介して、今日は飛びのげれるキューブ、無数に浮かんだキューブに中止点のカーセルを合わせるとキューブに飛び乗ることができますということで、やっとなんかブロックにアクティブにアクセスできるようなサンプルになっているみたいです。非常にこのブロックプログラムで VR 作るんですが、非常にこう小さなプログラムで結構複雑な動きができるので楽しんでいます。カメラの位置は、まあ、00の Y が 1.7 なので、まあ、ちょうど人が、大人が立ったような位置からの視点で見ていると。で、変数を100個作って、で、立体視ですね。で、スピード1、ランダムの1、ランダムの色を、チェックポイント、スピード1、頭の1、1.7。これで飛び乗れるんですかね。でまあ、こういうふうにプログラム作った後は、この実行ボタンを押すと実行ができて、で、まあ、ここにその様子の画面出てくるんですが、待たずに保存を押してもプログラムは始まります。で、中止点を持ってくると、飛び乗れますと、飛び乗ってはみ出てるのかな。1.7 の高さにいるので、これに乗っかった位置ぐらいに見えると。これ VR ゴーグルで見たらどうなるんですかね。お、これで選んだブロックのところに飛び乗るという動きをすると。まあ、移動して飛び乗ってますね。どういうプログラムになってるんですかね。もう一度改めて見てみると、これでブロックが100個できていると。でそれをランダムな位置、ランダムな形で生成、ランダムな色で生成してあって、チェックポイント、これがまあ中止点で黒く丸で見えてるところですね。それが触れるとスピード1で、頭の位置ちょっと高さで来ると。もう少し頭スピードを速くしてみて、遅くしてみましょうか。スピードをちょっ と4分の1ぐらいにして、で高さもちょっと低めにして、私の場合だったら150センチだから102、これぐらいが私の視点ぐらいだと思うんで、少しパラメータを変えてみました。はい、これでやると移動するスピードがちょっとゆっくりになるのかな。この緑ぐらいを注視してみましょうか。おい、もうだんだん寄っていって、あ、また次を見ちゃいましたね。はい、なんかチラチラと移動しちゃうのは、あ、これで中止点がこう移動終わった位置、ここにたまたま物体があるとまた次に向かって移動しちゃうみたいですね。今はないのでいいんですが、これもないので、
移動してから高さが補正されるんですかね。ピクッとなんか動いてる感じがします。こう移動して、移動が終わると、お、今スムーズに移動が終わりましたね。クリックを離す必要はないのか。よいしょ。というふうになります。なんかこの物体自体が見つめられたらみたいな設定になってるんですかね。この物体が注視されるっていうのはチェックポイントされると、その動きが生まれ、そこに向かって、視点が移動するというブロックのようです。まあこれでうまくなく飛び乗って、その後何かできるような、ことですかね。これをどう応用していいのかっていうのはちょっと分かりませんが、まあなんか視点、中視点を使って移動するっていうサンプルプログラムでした。まあこれをうまく使って何か飛び乗るようなゲームみたいなやつができると面白いなと思うんですけど、なかなか今のところすぐ使ってみてアイデアが出てこないんですが、何か皆さん思いついたでしょうか。まあ、まずはチュートリアルを追っかけていってどんなことができるかっていうのをいろいろ見ていきたいと思っていますので、今日はこれぐらいにしたいと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にマイクロビットや WebVR の説明動画を公開しています。夏休みのお盆期間中はですね、今はブロックブロックをお届けしています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。